ツも、2022年優勝後、うん、たくさんネット記事にしてくれたんだなっていうネット記事、新聞、もうとにかくいっぱい記事にしてくれたから、そっちの方が感謝でしたね。なんかでかー、広ーとかっていうのももちろんあったんですけど、一発目はもうなんか、ああこの1年ありがとうございますみたいな、この1年間話題を途切れささらないようにしてくれてありがとうございますみたいな自分の努力やね。いやいやいや、自分の努力というか、やっぱりネットニュースみんな見てるし、結構言われるんですよ。すごいよね。いろんなタレントさん局行った時に、またネットニュースなってたね、いやあれもなってたね、これもなってたね、新一今ネットニュース、そうだ言われるんやつ、ネットニュース一番見るでってやっぱ言われたんですよ。だから、そのイメージでしたね、ここかっていう。池袋での密会いいですね、うん、でもあれから それをちょっとうちでも扱わさせてもらったんですけども、はい、ありがとうございます、うん、もう実際けどやっぱ過去のチャンピオンの三浦マイルドさんとかと、うん、そういうやっぱウエストランドのことが刺激になったっていう、刺激に なりましたし、こう話しててやっぱり三浦マイルドさんの、うん、先月の月収とか12月の月収とか、あとこの間やっと久々に20万円いったとかって聞くと、ちょっとほんま涙出てくる時間帯もありましたけどそんな明かして言うかあの、はい、言ってます、はい、うん、もう放送でも言ってることなんですけども、うん、はい、そんなの後 YouTube も出た、 YouTube も出ていただいて、いろいろ赤裸々に話していただいたんですけど、12月の給料が8万円って言ってましたね。ウエストランドにはあれから会ってないの？ちょうど昨日会いました、ね、収録で。どうやった？やっぱ喧嘩しましたよ、うん、喧嘩しましたけども、やっぱバーってやっていくうちに、うん、僕も井口さんもグワーってなって、結局河本さんの悪口になってくるんですよ、うん、一番何もやってへんやけどウエストランドの、うん、このこいつ一番腹立ってきたなって最近はそっちもなってますよね、はい、でもやっぱりタイタンさんを巻き込んでのライブしたいっていうのは変わらずですね、うん、はい、で爆笑問題さんも出ていただいてっていう、それは R1 対 M1 っていうのやりたいですね、うん、漫才対ピン芸っていうのやりたいです。3月4日にいよいよ次のチャンピオンが出るということで、はい、そうですね、このトロフィー、その後は現場ではどうするのか、もう、収録場所、ロケ場所では絶対持ち歩かないっていう契約書を、R1 から書かされました。あ、マジで？はい、もう強制なの？はい、こういうすっごい大人の作った契約、承諾書みたいな。1年間やっぱ持ち歩いたら愛着というのは相当めっちゃありますよ。愛着だって僕ちょうど昨日ね、自分の優勝した時の瞬間の R1 グランプリ録画してたやつ見たんですよ。やっぱこんなにも黒ずんでなかったんですよこんなにも黒ずんでなかった、すごいよね、はい、陣内さんから僕の手に渡った瞬間っていうのは本当に綺麗な金色だったのが、やっぱりもう営業先北海道とかねまで行きましたし、で温泉の秘湯とかこれ持ち歩きながら行きましたし、明石家さんま師匠には上持たれて上がパカンと外れて故障する時期もありました。さんまさんが、はい、さんま師匠がこの R のこの R のこの指に入れて振り回したんですよ。でそれの数時間後にポコンと取れたんですよ。そんなんもありましたし、後ろのネジが取れて今テープで貼ってるっていうのもあります。なので愛着はありますね、うん、たくさんの有名人の方も触っていただきましたし持っていただきましたんで、でもなんかご利益がありそうなんで、ご利益はあると思います今ね、やっぱでもねこれね、テレビとかではいろんな芸人さんタレントさんがいつまで持ってんのとかいじってくるんですけど、地方営業行くじゃないですか。この間も宮崎とか山口県とかいろんなとこ行った、北海道も行ったらすごい湧くんすよ、このトロフィー持っててるだけ で湧いてみんなねこう拝むんですよ、こうやって神社みたいな感じで拝んで、で後ろの方の人が
こう賢くなる感じで、なんか煙、ま、こう頭にこうこうやってやったりするからすっごいなんか喜ばれるものではあるんですよ。だから幸せだなとも思います、このトロフィーって。僕も感謝してますけども、トロフィー自体もこんなに人にね触れたトロフィーって多分過去いないと思いますし、飛行機の荷物預けるっていうのも毎回時間取るんですよ。で、ベルトコンベアからね、あの飛行機空港ついてガラガラって流れてくるんですよ、このトロフィーが。その流れてきて、あってなるんですよ、みんな。あの空港の JAL、ANA の人のたちも、あ、おめでとうございますとかって言ってくれるんですよ、これ見ていいやだすごいね、だからいいんですよ。だからもっと来たいけど、まあ3月4日以降は無理ですね。はい、僕と僕のトロフィーでしょ。ほんで、ドブロックさんのギター、森さんのね、ギター。そして最近で言うと、ヤダンさん、キングオブコント3位になったヤダンさんのコントですけど、スコップ、あの人埋めるコント、はい、人埋めるコントのスコップこれ待ちですこれ待ちでみんな漫才師を待たそうですよ。サンドイッチマンさんとかも待たせなきゃいけない、みんな待たしてます、はい、待たした状態で僕らこれ早く流れてこないかな。だからドブロックの森さんに言われたのが、いや仲間できたよっていつも俺僕一人でみんな待ってて、ひどい時は、俺一人だった時は、あのもうバス行っちゃった時は俺一人であのタクシーで向かった時あったよってあったけど、最近は新一くんが優勝してくれてありがとうって仲間ができたから、トロフィーとギターのね、でプラスヤダンさんが現れたからなんとなくやっぱみんな待とうかの空気、全員だから森さんだけ攻められなくなったっていうのは感謝してるって言われます。みんななんかそう荷物預けてる人はほとんどいないから、そうです、そうです、大荷物芸人が今ね2組増えたんで、うん、だからありがとうって言われますね、森さんには。いざ3月8日決勝の日始まるなって、でファイナリスト決まってね、思ったらやっぱりなんか中止になってくれへんかなと思って決勝の日はい、新しいチャンピオンなんか出るな、もうやめにしようとは今思ってます、はい、もう全員滑らんかなとかもうダラダラ終わらんかなとか、チャンピオンなんて今年はなしってしてほしいです、うん、そんならもう新一でまた止まるじゃないですか、はい、新一以降チャンピオン出てないって、もうそれになってほしいなとは思ってます。でも準決勝も審査員もやってやりましたね、さすがですけどそこは真剣に、あ、真剣にやりましたあの面白いやつが多すぎてもう30人の準決勝進出の人たちを、まあ去年は同じ立場で向こうにね、エントリーシール貼って出てて、もうとんでもなく上目線で点数つけたろうと思ってたんですけども、全員おもろかったんで、なんか悔しくて焦っちゃったんですよで気づいたらお客さんと一緒にゲラゲラ笑ってたみたいで、僕小田さんとかザジーもいたんですけど、両サイドになんか真剣にグッと、あ、あれはこうだ、こうだ、めっちゃ目が笑って、僕、ほんまただ単に笑ってて、うん、前のお客さんがこう振り向くぐらい笑ってたんですよ、うん、だから、おもろかったっすね、ぶっちゃけファイナリスト全員おもろいですね。トースポ読者の皆さんへ、この度、お見送り芸人しんいち、またまたいろいろ長尺でインタビューしてもらいました、ぜひ見てください。